しっかりとけじめはつけさせてもらうから。俺は怒ってるよ。選手として、社長として、これ以上お前らの暴挙を許すわけにはいかない。怒りに震える棚橋博史、観光大使を務める矢野徹が登別に凱旋。初出場の G1 で怪物ぶりを遺憾なく発揮したボルチンオレック、その王者組の逆鱗に触れた拷問の館。俺が棚橋から蜜取ってやったわ。お前らネイバーのシックスメン持ってんだろ。俺とイーベルとヌジロで取りに行ってやるよ。おい、これマジよく覚えとけ。挑戦者組、ディック東郷、高橋裕次郎、イーベル。いいか、おい、この会社よ、俺の会社。俺に盾つくやつ全員片っ端から首にしてやるからな。エースと社長を名乗る男、社長という名乗り合いだ。怖い。社長の球場、偽社長が。日を追うごとに傍若無人な行動がエスカレートしていくイービルに、我慢の限界を超えた棚橋は声明を発表。目に余る乱入や介入が行われていますので、社長として今後厳しく向き合ってまいります。乱入があった場合は私が現場で体を張ることも考えています。おい、棚橋、俺らてめえ人の血入ってきてんじゃねえぞ、この野郎。てめえぶっ潰しやる。あとやく覚えとけ。やれるもんならやってみろ。ベルトも登別の治安も俺たちが守ってみせる。一つ言えるのは、ハウスオブトーチャーは許さない。社長の意地見せてやるよ。登別市観光大使凱旋、登別協賛企業プレゼンツ、ネバー無差別級6人タッグ選手権試合。挑戦者組、ディック東郷、高橋裕次郎、イービル VS 王者組、ボルチンオレック、矢野徹、棚橋博史。